北海道小樽市出身。北小高等学校卒業。現役時代は北海道拓殖銀行に所属。父親の八木ろしは1977年から全日本スキー連盟のジャンプヘッドコーチを務めた。1970年代後半より1980年代前半にレイクプラシットオリンピックで4位になった秋元正宏と共に日本スキージャンプチームの 中心選手として活躍した。1979年から1980年のシーズンに新設されたスキージャンプワールドカップで優勝1回。シーズン総合4位となった。1980年のレイクプラシュットオリンピックでは、 当時の70メートル級ジャンプで1回目87.0メートル、2回目83.5メートルと安定したジャンプでマンフレイト・デッケルトと同点で銀メダルを獲得した。札幌オリンピック以来のジャンプのメダルであり、その大会唯一の日本人メダリストであった。ただこの表彰式が国間の中行われ、風で体調を崩したため90メートル級では19位と、 本来の実力を発揮できなかった。1982年3月7日の宮沢スキー大会では、大倉山ジャンプ競技場のバッケンレコードを更新119.0メートル1985年に秋元正宏が更新した。ジャンパーとしてのピークはこの時で、以降は故障に悩まされ、1984年サラエボオリンピック終了後現役を引退し、 同年北海道拓殖銀行を退社して、デサントに入社。一時スキージャンプ界から離れていたが、1989年に高知留学のためオーストリアに渡り、1991年に帰国後デサントのスキー部監督に就任した。船木和義を育て上げたコーチとして有名。その後2002年には日本ナショナルチームのコーチに就任し、更新の指導に当たった。 現在テレビでジャンプの解説者として登場することが多い。1998年長野、オリンピックジャンプ団体の解説も担当した。2003年4月、デサントの廃部を受けて、独立再産性のスキークラブチーム WSC、シュピッツを設立、吉岡和也、高柳太郎、笹田騎士らが所属した。2007年、WSC シュピッツ解散。 2008年岩見沢市の商業施設、岩見沢大和タウンプラザ内にフィットネスクラブ、アクアエイトを開設。ありがとうございます。